温泉でゆっくりくつろいだ翌朝、茂木を離れ宇都宮方面へ。訪れるのは石の町大谷です。わー、大谷ね。わ、すっげー立派な石。かっこいい。なんか高さ見て、うん、多分10階くらいあると思う。これすごいね、昔の人が削って作ったんだよ多分ね、うん、あの昔の王様の大プロジェクトだと思う。そうだよ、この石を削ってお寺を一緒に建てて、すごいね。どれぐらい時間かかったんだろうね。よくこの寺見て、うん、すごい歴史感じるんじゃん。感じる。多分100年くらい歴史あると思う。もっとある、絶対もっと。どれくらいあるかな。あそこの住職さんに聞いてみよう。僕はもう抜けてよ。大きいとお上海銀堂ねえ、もきっと銀堂はおいいや。あ、こんにちは。はい、こんにちは。シャムと申します。リエです。ようこそ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これですね、はい、もしかして昔の王様の大プロジェクトだったんですか。これは自然が作りました。自然が作ったんですか、はい、え、これ彫刻じゃない。海の波、雨や風で削られてこんな不思議な形になりました。へー、不思議ですね。不思議ですね。これどれぐらい前のものですか。人間が生まれるずっと昔に岩ができたんです。へー。でそして、はい、1万年前の人がこの下で生活してました。生活してたんですか、あの中とかですか。いや、上じゃなくて下です。上で、あ、下なんだ。すごい、ね、この下、はい、何かそれを化石みたいなものが出てきたりとか。土の中から1万1000年前の人の骨が出てきます、うん、すごい好きだね。もう世界に喋るの。すごいですね。でもっと時代が新しくなりまして、はい、1200年前には石の仏様が彫刻されました、はい、観音さんが祀られてるんです。観音様、はい、え、どういう形の観音様。もうね、シルクロードの仏様と同じような仏さ、観音様です。石に彫られて。そう、直接彫られてるんです、うん、私たちちょっと中で見てもいいですか。大丈夫です。あ、じゃあ行きましょう。すいません、はい、申し訳ありません、はい、テレビカメラは入れません。 あ、テレビの撮影できないんですか。あ、申し訳ないです。そっか、神聖な観音様だから。大丈夫よ、特別ルートで写真入手しました。チンサオコニャン。へー、こんな形。パンフレット。はや、誰でももらえるんだ。ダメ、全然特別ルートじゃないもん。でも本人が自分で買わないとこのシールもらえないよ。こういう写真で市場さんに見せる、OK ですね。大丈夫です。こんな感じの。でもやっぱり自分の目で見ると違いますよね。はい。はい、じゃあ私たちちょっと、うん、はい、見てみましょう。観音様にお会いしてきます。行ってきます。はい、来てください。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい。ありがとう。わあ、すごい迫力あった。感動した。全然違う。なんか大きいね。写真見て想像してたのと全然違ったね。本当に自分で切って自分の目で見た方がいいよ。そう、あの千手観音も大きくてパワーあるし、あと千手観音だけじゃなかった。そうだね、いろいろありましたね、うん、いろんな、昔の人はなんでこんなことできるんだろうね。すごいね。1200年前だよ、うん、そう、パワーもらいました。パワーもらいました。次とか行く。昆陽。人家都話唔俾拍，我哋咁野蠻，你又拍昆陽。私だって特別ルートがあるんですよ。特別ルート？撐我啊！你由你幕上出嚟俾人睇啊！睇咗噶啦喎。唔係啊！哇！你話呢個本当に特別ルートだね。でしょ？神様に近づける特別ルート。観音様。すごいな。平和観音。大きいなこれ。約27メートルだよ。でも石？そう、この巨大な石に直接掘られてるの。すごい技術だよね。わあ、これちょっと神秘的な感じだね。うん、ねえ。但我想要去好好问他的证明も。はいめ？うん。いいよ、階段あるから。やっぱりこの角度見るとなんかちょっと雰囲気違うね。うん。ちょっと高いね、やっぱり。これも1200年前のもの？これは違くて新しくて、戦後に世界の平和を祈願して6年かけて作られたんだって。すごい。岩を掘って。あ、だから
平和観音って書いてあるね。そう、世界平和でありますようにの観音様、うん、ね、よく見てこの角度で、うん、これで一枚の石で作った観音様ですね。一枚の石だけじゃないよ、ここの町は山全体が石なの。あ、本当だ。だから床でも石、うん、ベンチも石、あ、周りの壁も石。石の採掘場だったの。大谷石っていうすごく有名な石で、ここで、あ、まあ、この石なっちゃずあ。いや。わ、もともめ、わ、講話でもじゃあ見せたわ今は。意外とも。石の町大谷、石の建造物や採掘跡に囲まれ不思議な景観が続きます。これやっぱりちょっと違うわ。うん、大自然の力よく見て、ほら波と風のすべての力でこういう彫刻をしたみたいな伊藤さん、不思議な神様の力ですね。人間が彫ったの。マイガー、こっちも見て、このまっすぐな力は人間しかやらないんだ。だからおかしいなと思った。おかしいと思ったの。人間だね、やっぱり。なんか感動してたよ。おかしいんだ。ここは石の採掘場だったの。なんで採掘場なの。採掘して建築に使ったりする高級な石の採掘場。なんでいろんなことしてんの。資料があるから。どうからの資料。資料館、大谷資料館。この中で見られるのは大谷石の歴史、そして巨大な地下空間です。わあ、やっほー、すげー。やりたくなるね、響くね。なんか天井めちゃめちゃ高くて、うん、すごい、何これ。遺跡みたい。本当だね、うん、もう1000年前の人類の文明みたいな感じ。でもここは石の採掘場だった場所。本当だ、たくさん並んでる、うん、え、もしかして今も掘ってるの。今も掘ってるんですか。もうここは掘ってないですよ。ここは掘ってない、はい、この周りは掘ってるところが。掘ってるところはまだあるんですか。すこんな感じ、はい、こんな感じですよ、こんな感じ、はい、あ、そうなんですか、はいはい、下四国広くて、また行けますか。行けますよ、あの下まで。あ、行っていいんだ、もう行ってみましょう。行ってみましょう、はい、はい、どうぞどうぞ。この機械は当時なんか使った機械ですかな。そうですね、これは石を上に持ち上げてた機械ですね。へえ。その時何人くらいここに働いたんですか。ここで1階に働いている人は10人ぐらいなんですよ。10人でここを掘るんですか、そうそう。これは老人魚ですけど、はい、老人魚じゃなかったらびっくりした。お疲れ様です。昔こうやって掘ってましたっていうね、はい、再現の人魚です、はい。石を掘るって大変なことですよね。硬、うん、ね、いんだもん、土を掘るとは違う。じゃあ石の質によって値段違いますか。違いますよ、はい。じゃあどういう石が高いですか。細かい目のやつが高い。こういうふうに粗くて味噌のものがたくさんあるようなのが安いんです。例えばどういうもの使われてるんですか。例えばああいう門とか塀とか、ああいうもの。あ、よく見かける。よくありますよね。そうだ、大きな建造物とかもあるんですか。大きい建造物もありますよ、うん、宇都宮には大きい教会もあるし。教会、はい、石造りの教会。そうそうそう。あとは昔の帝国ホテルも大谷石でできてますよ。石で作ると高級感が出ますね。そうですね、高いからね、うん、はい。うわ、発生やめ、ね、なんか人間の石みたい、うん、これは何ですか。これはここで彫刻展やった時からね、ずっとあそこで考えてもらってるんです。考えてるんですね。向こうの人はね、逆立ちしてる、はい、だからあの人はもう相当血圧が上がってるんですよ。何年ぐらい前からずっと逆立ちしてるんですか。もう10年以上です。10年以上、そうなんだ。それは固まっちゃうわ。館長さん、上カビ、はい、あれは黒いのはカビですね、はい。でも全然匂いがカビの臭みないですね、うん、この石は匂いを吸い取る効果があります。消臭効果、はい。すごい力。空気もきれいになるし、食べ物も美味しくなるんです。いろんなものきれいにする力が石にあるんですか。あるんです。すごい。天然冷蔵庫もなれるんですね。ここなんかワイン置けそうな場所ですね。そうですね、ここに置いてありますよ、お酒が。あ、お酒が、はい、お酒。それ美味しくなってるんです。美味しくな、あ、そっか、お酒も美味しくなるんですか。はい、人間もずっといたら健康になりそうですね。健康になりますよ。なるんですか、はい、ずっといると風邪ひきますけどね。そうだ、難しいところですね。そうなんです、はい。
うわーうわー、王様すっげー広い、響く。ちょっとおたてみない？ゆーずてんどんファーじゃんイエー。え、ちょっと聞いて、このエコーエコーエコーコーコー、大事じゃないわけない。これはこの音響効果が、音楽家の方々がコンサートやりたいと思われる理由ですか？そうですね、この音の響きがね、やっぱりここで歌ってみたい、やってみたいっていう理由ね、一番の理由です。そうですよね、なんかちょっと独特の効果が出ますよね、はいはい、例えばどういうなんかあのアーティストを聞いたことあるんですか？アーティスト、一番有名な人は円谷さん。円谷さん、へー、わ、すごい似合う。でね、あ、わかる。あとは、うん、キタロー。あ、キタローだ。ゲーゲー、そっちじゃない、そっちじゃないよ、うまい具合だろー。へいだろー、はやー。コンサート見に来るとき結構寒いですよね。そうですね、ここが寒いです。今すごい寒くない？結構なんか手が冷たい、ね、気温どれぐらいですか？今7度。7度、はい、1年中7度ぐらい、うん、いや、冬一番寒いとき1度で、真夏一番暑いときで13度。一番暑いときでも13度、それは寒いわ。寒いですね。だから、ね、上に着るもの必ず必要です。え、これで一般公開もしてますか？ええ、してますよ、はい、普段普通に見学することもできる？はい、できます。あ、来週は、はい、話す、はい、あ、はい、走る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 、タクシー、タクシー、あ、すごい飛んでる気がする。あ、タクシー、タクシー、両方行く、タクシー、タクシー、タクシー、ギリギリ、タクシー、わー。東京近郊新発見、栃木県完全攻略、来週もお見逃しなく。